はい、こんにちは、ピカデスクね。世界で最も危険なモータースポーツ、マントー TT のレースって知ってる？もうね、ご存知の方も多いかと思いますが、今まで260名の方がこのレースで亡くなられたっていうね、恐ろしい本当にねレースなんだよ。これがね、未だになんで続いてるのかっていうのがわからない。これがね、亡くなられた方のリストですね。はい、ずっとね、歴代こう亡くなられた方のリストが並んでいます。もう見るのもなんかちょっとゾッとするよね。260名。そしてこのグラフが亡くなられた方のそのね、年ごとの数。なんとね、何年だろうこれ、2005、6年にはね、なんと9名。1レースでね、9名の方が亡くなられたり、89年は8名。大体約1年で平均すると2名。近代に直すと、およそね、1レースで3名の方が亡くなるというね、レース。それがこのね、マントー TT っていうレースになりますね。このレースはマントーっていうね、このイギリスのね、この真ん中へそのところ、ここね、ここで行われるレースですね。だいたいこれをね、こういう風にこう一周する、半周ぐらいかな、する、だいたいこんな形だと思うよ、するレースになりますね。はい、今日は何をするかというと、そのレースのことを考えながら、これのね、ゲームがあるんですよ。マントー TT を模したゲーム。それでその危険性とかをね、感じていただきたいと思います。そしてモータースポーツとはね、何なのかっていうね、この一体この死者を出しながらも続くレースっていうものは一体何なのかっていうことをね、考えていきたいと思います。はい、じゃあやっていきます。はい、それじゃね、マントー TT のレースやっていきたいと思います。もうね、この危険さを感じてほしい。こんなとこだよ、これ。ここでフル加速、もうバイク速いからさ、もう250、260、やばくない？こんな街中260キロだね。おお、すごい縦地だろな、これ200キロオーバー、カーブ全開、250からブレーキング、アクセル足して、さらにブレーキング、ブレーキング、ブレーキング、また全開、あっという間に200キロ、240、250からの全開ブレーキング、S字を抜けて街中の S字、いや、こんなさ、縁石とかさ、左側とか右とか歩道のこんなところでレースするなら、こんなのやなくせや、フラットにせやって思うやん。いや、安全性を追求するんだったらさ、コースが殺しに来てんじゃん、マジで。これ一体何なの、このレース、何のためのレースなの、これ。あんない、あんなところのギャップとかさ、ねえ、どういうこと。300キロ近いスピードで曲がっていくんかよ。いやいや、ありえないでしょ、このコーナーに。こう230キロとか俺出たよ。うわ、速い。300キロ、もう思わずゲームでもアクセル戻してしまう。ここを全開で行っちゃうんだぜ。正気じゃないよね、正気じゃないよね、このスピード。これが許されてる。うわー、ジャンプする、あそこやばいくない。300キロ、250キロぐらい飛んだ今。なにこれ、どういうことなの、一体これどういうこと。このレースどう説明する。これ息子が出たいって言ったらどういう、これ、これを見てどういう気持ちになってんの、観客は。確かに勝者はさ、英雄だよな、確かに、とは思うけど。
したいんだろうな。こんなレースやめとけよっていうさ、モータースポーツが危険だったらすぐ衰退するわって言われてコメントねあったんだけど、衰退してなくねっていうね。じゃあこのレース何なのっていうさ、何なの本当に説明がつかないわ俺の中でも。このレースもまあこういうバーチャルでやってる、超リアルじゃんこれ。本当に挙動もリアルでさ、すごいのよこれ。前後のブレーキも別々にかけてるし今。いや本当にね、リアルに操作をして今いるけどさ、まあ、あ、済まされるわけじゃん、こうぶつかってもさ、あ、ミスったみたいな。これがリアルほど、リアルのこのレースほどさ熱狂できますかっていう話はあるよね。意味わかんない、マントー TT ほど意味がわかんないレースないわ。首都高とかさ、もうなんか走ってるやつはさ、首都高なんか走らずにマントー TT のレース出ろよみたいなさ話あるよね。出てみろよっていう、どうせそんな他人巻くぐらいだったらさって。そうは思う。このレースに出る勇気がないのに行動飛ばすんじゃねえみたいなさ、究極の話そこまであるよな。うわーめっちゃ景色がいいところ、気持ちいいとか言ってる場合じゃねえよなこれな。300キロ近く出る、200キロでこのコーナー回って、ゲームでできるだけの話でさ、じゃあこんなとここんなライディングできるかって言ったらできるわけねえよな、 100% できない。四輪のさ、こうアイレーシングとかだったら、そんなアイレーシングでさ、速くてもさって、実際じゃあ乗ってできんのかっていう、まあ、なんとなく四輪だったらさ、それなりにできる気がするなみたいなことは言えるんだけどさ、いやもちろんできないんだけどね。これは本当にできないよねって、これゲームでできても全く違うことだよねって思っちゃうよね、もうこれはね。結局そういうことなのかなっていうね。ゲームと実写の違いっていうのはこういうことなのかなみたいなことを本当に感じるゲームだよねこれは。マントー TT に関しては、このギャップ殺しに来てんだろ俺たちを。やめとけよこの歩道のさ段差、百何年間提案されずに、どういうこと一体この歩道のギャップ やばいっしょ。どういう理由、ちょマジで理解不能だ。やばいって、
末期癌になったら出てもいいのとか思うわけじゃん。いや末期癌でも出たくねえな俺本当に。50過ぎたら出てもいいかなとか60過ぎたら出てもいいかなとか思わないよね当然ね。あーこのギャップふざけるなよこれマジで。あのギャップありえなくない？すげえ暴れる。そうだよ50過ぎたらここジャンプ。言いたくないもんやっぱり。いつまでたっても人間ってさ。うねえ危なかった今。うわものすごい速度感。おおいいところに。いいところにスポンジがあった。いやいやいやスポンジがスポンジがこんなところであっても意味あんのかっていうね。ものすごい流れる。なんなんこれ。スリッパ入った。スリッパ入ったとかじゃねえ。当たった。スリッパ入ったとかじゃねえよ。細っ。もう全開でいく。はい250超えた。また280超えた。あーやばい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 やばすぎるわマジで。やばいな本当に。笑っちゃうわ。笑い事じゃないけど笑っちゃうわこれ。ああ抜かされた。もう抜かされたとかどうでもいい。生きて帰りたい生きて帰りたい生きて帰りたいって思うのか勝ちたい勝ちたいって思うのかな。ここで何本当にこう危ね。いやここで本当にこう勇気を奮い立たせて、ね、負けないとかさいう気持ちを維持できるのかな人間っていう。勝つっていう気持ちを強い強い気持ちを。やっぱさレーサーはさマントー TT に1回は出るべきだよね。プロレーサーはさマントー TT に1回は出るべきだっていうさそのぐらいの気合い思ってプロになれみたいな。なんかそういうのなんかあるよね。あるよね。軟弱な気持ちで出てんじゃねえよっていう。そしたらもうプロレーサーもみんな尊敬されるよね。マジでもうマントー TT 出ましたって言ったら頭上がんないわよこれ。すげえあのスピードじゃないと曲がれない。スピードを抜けて山川セクションに入ってくるここから。結構覚えたんだけどねコースね。マン
一回見たいレースだよね。去年とね、一昨年はコロナで中止になったけどね。面白いよね。なんか人がさ、8人も死ぬような年間ね、レースにもかかわらずコロナが危ないから中止みたいなさ、そっちは大事なんだみたいな、価値観がちょっとよくわかんないよね。戦争と疫病だったら中止みたいだよ。人が死んでも中止しないって、どういうことなんだろう。さあ山川セクション、山もさ、この左側にこの棒が立ってんだけど、そこの棒がね棒が立ってんじゃん、これ。これはこれが正しい姿なのかなっていう、安全性を配慮した上でこれが選ばれてんのかなっていうね。さあ前の車が見えてきた。高速セクション、失敗した。さあ300キロで、失敗したじゃねえよ。あんな勢いで飛んでって。
そこまで飛んでった今。やばいな。やばいマジで。まあでもね、あ、待って。ちょっと待って。すっげえ向こうまで飛んでく。男の子として分かるのはさ、こういうことに命を懸けるっていう、まあ、命を懸けるというよりはここで、ね、下手すれば死んでしまうかもしれないっていうことに命を懸けていくっていう生き様、男の生き様として、まあ、憧れるというかさ、そういう気持ちは分からないでもない。本当に英雄だよなっていう、この子の英雄じゃん。あ、俺マント TT 出たことあるわ。言われた瞬間にさ、もう参りましたじゃん。人として参りましたじゃん。人として参りましたって思うよね。なんかバイク好き、車好きといえどもさ、なんかえってなるじゃん。いやマジでそれだけでリスペクトじゃん。マジでなんだそれっていうさ、ちょっと話聞かせてくださいっていう、ね、年齢とか関係なく。そういう気持ちにはなるねっていう話だよね。そういうものであるっていうことは確かだよ。そこまでのね。あーちょっと待った。そこの棒に当たった。棒に、出るからスポンサードしてくださいって言われたらスポンサーになろうかなって思うもんね。いやお前が命かけてんだからなっていう、それでお金出してくださいって言われたらそうなるよね。あ、待って待って待って、どこ行くどこ行く。ゆっくり走らない逆に。最後か。いやードキドキするわ。ハイボールっていうね。はい、ということでやってきましたけどね、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうかじゃねえよな。ほんとな、やばい。これはやばいっすね。はい、このレースどういう風に理解したらいいのかっていうのをね、未だに分かりません。はい、ということでまたね、このやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。すげーわ。